アンティオコス2世イテオスは、セレウコスアサシリアの王。アンティオコス1世、ソテルの子。父の時代より、広大な統治領域の分裂が始まっており、バクトリア、パルティアなどが独立していった。アンティオコス2世イは、不王がプトレマイオスアサ、エジプトに奪われた領土を奪回するべく、第二次シリア戦争を戦った。エジプトのプトレマイオス2世イより、 小アジアのミレトス、エフェソスやフェニキア沿岸地域などを奪回し、ミレトス神皇の称号を得た。紀元前253年、エジプトとの和訳を結び、プトレマイオス2世の娘ベレニケ・フェルノフラスと結婚した。しかし、紀元前246年に、プトレマイオス2世が没すると、離婚した前妻ラオディケ1世と復縁したため、ベレニケとラオディケの対立は深まり、 ラオディケは、ベレニケとその子を殺害し、アンティオコス2世も毒殺された。ラオディケは、息子セレウコス2世、カリニコスを即位させた。ベレニケ殺害は、エジプトの神王プトレマイオス3世の激怒を招き、彼のシリア攻撃、第三次シリア戦争、紀元前246年紀元前241年の原因となった。ブルクハルト、 ギリシア文化史八千熊学芸文庫、1999年、137p。ありがとうございます。